回押すんでしたっけ。はい6じゃダメなの今の。ありがとうございます。13番です。超面白いね。はい、おはようございます、マーサです。というわけで今日は回転ちゃんが行くの撮影で滋賀県にございます1番石山店さんに来ております。もうね、早速面白い抽選を受けて、もう思い出しましたんですよ。あれほんと面白くて、だってさ5、1、13みたいな感じなんだもんって感じで今日は13番を引けたので、あの機種を売っております。まあ、どうなったかはこの後の実践をぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います。それではご覧ください。はーい、行ってきます。ふぅ、スロットはこっちだ。おはようございます。さあ今日はね、回転ちゃんだから、もうどっちかというともうなんかね、自分の好きな台を打ちたいなって思って。あった。バラエティ扱いになってるじゃん、南国。あ、3台ある。そうな、すごいね、最近ね、お気に入りなんですよ。どうしよう、これにする。これにしようか。前日いっぱい当たってるやつ。よし、決めた。今日の回転ちゃん、まずはこちらの南国物語で行ってみたいと思います。頑張ります。はい、それでは今日も張り切ってね、いつも通り元気よく頑張りたいと思います。よし。そう、動画ではね、南国物語私打つの初めてなんですけど、最近ね結構お気に入りなんですよ。で、どうしようかな。告知がね3種類あるんだけど、まあ、やっぱキュインかな。で、このね、サプライズ予告っていうのもなんかね、あの某神が降臨してきた時っぽくて面白いんですけど、やっぱキュインだよね。よし、頑張ります。もうね、何が面白いってなんかすごくね、夢があるんですよ。まあ、似てる騎士といったら、まあ、全然違うんですけど、まあ、雰囲気的にはオキドキとか、オキドキとかなのかな。あっ、追加で当たった。待ってね、すぐ当たっちゃったからちょっとびっくりした。まあ、大体初当たりはレギュラーなんですよ。で、これも多分レギュラーだと思うんだけど、リクだったらすごいね、夢がある。せいだよね。さあ、だいたいレギュラーだから。ラスト。ふぅ。一応このね、就労画面もあるんですけど、これ普通の画面ですね。よし、こっからがね、勝負なんですよ。そう、ビッグを引くと32ゲーム間、まあ、イメージで言うと ST に入るんですけど、レギュラーの場合は、わかりやすく言えば、まあ、時短ですよね、ガロの。この32ゲーム間の中でボーナス、レギュラーでもビッグでもどっちでもいいんですけど、引ければ ST 突入って感じ。わあ、これね、ちょっとチャンスなの。あのね、33ゲームから76ゲームまではビッグと、ね、レギュラーの確率がね、半々なんですよ。だからここでビッグだったらちょっとね、すごく嬉しいね。お願い。あー、もうだよね、だよね、レギュラーだよね。そんなうまいことないよね、もう。いや、でもいいよ、初当たり超軽い。よーし、引くぞ、頑張って。前回1番石山店さんに来た時って今年の頭ぐらいだったっけ。確かそうだよね。
そう、その時ね、あれなの、そこのね、待合室、待合室じゃない、休憩所か、なんかね、セブンイレブンが来てた。そう、すごいそれがね、愉快だったんだよね。セブンイレブンのね、お弁当屋さんがね、そのまま来てて、そう、今までさ、いろんなパチンコ屋さん行ってるけどさ、お店にセブンイレブンがいるのは初めて見たなと思って、すごい印象的なんだよね。いやー、もう目指せ759だよ、もう。あったー、もう天井覚悟だったよ。あー、バケだろうな、ですよねといいな。決めた、もうこれ飲まれたらやめる。またさっきみたいにね、500とか600とかまでいて繰り返して、どんどんまたレギュラーったらやめれなくなっちゃうもんね。やめる、移動します。はい、というわけで移動してまいりましたね。え、さっきの南極がさ、すぐねビッグ引いてね、ちょうど決め切ってくれればよかったんですけど、ね、ちょっと思いのほか投資を使ってしまったので、まあいつ次入るかわかんないし、とりあえずね、なんとかトムの朝一台見つけたので、これで頑張ります。5次ゲームにして初スーパーセリある。チャンス目？チャンス目だ。当たってたんだ。よかった。92ゲーム。裏返っちゃったよ。長かったから期待したのにな。あおーらよかったー、やっとちゃんとした当たりが来た。よし、ラオまで行かないと安心できないけど、まあ、勝てばいいだけだからね。あ、やったー、ほんとだ。使ってんのだって、18000というか、あ、コメント入ったよ。50枚だから一瞬。いやー、もう死んだからこれ負けても諦めはつくよ。
ぱね、頑張った。単発じゃなかったもんね。渡るさん終了。トモだけだとね、プラスだね。ないかな、チャンスゾーン。三つアメリカ、あ、入ったやってるよね。よし、100ためるから100。40か、まあまあだね。どなた、あー、ジャギだ。ちょっと待って、わたわたしてる。よし、行け。これ負けないよね。そう、大丈夫、超踏まれてるけど。ああ、負けた。さあ、もう何やってんの。だらしないね。
くに。いやー、やっぱレインボーは違うね。大丈夫だよね。あー、ちょっとドキドキする。あー、よかった。もうやめてよ、ほんとに。やばい、全然足りないからね。あと1200枚は取らないと。500枚突破。ばっかだよ。シンシンシン。もう本当心臓に悪いよ。あ、こんなところで終わらないはず。切実に九州ピーマットメンバーのあのゴートハンド松尾さんに超会いたい。本当もうね、肩こりがひどくて年ですね。もうね、完全にもうね、10代の頃からねパチを打ってるからさ、もう蓄積されたものがもう今となってきてるよね。ほんと痛いからね。あ、いい音が聞こえる。後ろのあれだね、転生の SP バトルだね。あ、下げステージですけど、びっくりした、戦った。絶対負けると思ったんだ今。ああ。すごいね、こういう感じね。待ってたんじゃん。あそこでジャギに負けるとかにくいよね。よかったです。279ゲーム。スイッ、ヒロ、まあまあだね今日ね。オーラ、いや、さっきより行かないと。もう目線おかしいもん。
どこ見てんのだよ。ああ変なこと言ったから。ディスったからだね。さあパス。バケみたいなもんだね。よかった、コメント入ったもんね。なしなし。これで倒れるの一番やだな。あと4。ああ終わっちゃった。だったらね、さっきので倒れるならもとでね、一思いにね やってほしいっていつも思う。終了。あ、ヤギだ。何やの箱。あー、ファン管理参加したい。キラーン。あ、いいんですか引いて。わー、やった。私ボールペンしか当たったことないの。はい。フライパン当たりました。やった。滋賀まで来てフライパンゲットしました。やった。まあ今すごい微妙に負けてたじゃん。なんかあれだね、なんかもうこれで勝ったも同然ですね、もうね。初めて当たったんだけど、超嬉しいね。いつも参加賞のさ、ボールペンとかだったから。はい、というわけで、ちょっとね、400回転回っちゃって、キリがいいので、ここで実戦終了します。もうなんかね、いろいろ惜しかったです。いいね。まあ終わりよければ全てよしということで、333枚ゾロ目で終了です。はい、それでは店内の様子を見ていきたいと思います。まずはじめに私が朝からいたバラエティコーナーからですね、見ていきましょう。あ、失礼します。そうそう、マジハラ5がね、箱を使ってますね。こっちね、19回ついております。あ、これは今日私が朝打てた南国だね。あ、ビッグ引いてるじゃん。あの後9回も連鎖してるね、しかもね。まあしょうがないよね、私カマホラーでキャラだからいつも。あ、こっちは戦火ダメですね。こっちが、あ、手前がガールパンで奥が絆っていう、面白いねこれね。このね、そう、絆がね別済みされてて結構出てる台があるんですよね。あ、42回、隣の台も2箱持ってますね。今手元に1箱あって、あ、で後ろの窓マギね、
もう一撃で今約1200枚って感じですね。あ、こっちも出てるんだ。窓前に2枚とも出てるんだね。いい感じだね。でこちらがね、人気の花火のコーナーです。でまだそんなに今の時間だから夕方前ですね、そんなに回ってないんだけど、箱持ってる方はねしっかりと箱持ってるからね、今の時間でもほらこの台結構出てる。メイク11回、綺麗にかち盛りね、いいですね。あ、このヌーパルがやたらと、もう18回もついてるよ、ビッグ。ねえ、ね、まだね、3時半ですから、ノーマルのコーナーはこれからって感じですね。そんな感じかな？ね。じゃあ、以上、マーサの店内報告でした。はい、実践終了でーす。というわけで今日の回転ちゃんね、まあ、残念ながら負けてしまったんですけども、最初南国物語を打って北斗の拳でも打ちました。で投手の方が2万3000テルで、流した枚数が333枚でした。もうね、なんかこれで2連敗かな、回転ちゃんは。まあ、でも回転ちゃんではもう2連敗だけども、今月入って結構ね調子良かったんですよ。ゴールデンウィークもう中もそうだし、明けてもそうだし、だからね今日ぐらい多分負けなきゃダメだと思ったそうだからね、まあしょうがないですね本当に。結構ね頑張れるシーンは何回かあったんですけど、まあ、伸ばせなかったってところが、まあいつもの私らしいかなって感じだったよね。あんなレインボーとかもめったに見れないのにさ、600枚で終わっちゃったし、はい、って感じで今日は負けちゃったんですけども、今日の反省点を踏まえて次回は頑張りたいと思います。今日はすいませんでした。またね。